砂丘の戦い、またはダンケルクの戦いは、1658年6月14日に起こった戦闘。当時の有名な将軍である、デュレンの死者率いるフランス軍と、イングランド共和国の同盟軍が、不安ホセでアウストリアとコンデコを、ルイ2世率いるスペイン軍、イングランドを踏破、フロンドの乱の反乱軍に勝利した。 西仏戦争及び英日戦争の一部であり、イギリス海峡の海岸にある当時スペインハップスブルク家両ネーデルラントの要塞化した高校都市ダンケルクで戦われた。フランス軍はダンケルクを包囲しており、スペイン軍は包囲を解こうとしていた。フランス軍とイングランド軍が両側に加わったことには複雑な理由があった。フランス王ルイ14世がイングランド五国峡。 オリバー・クロムウェルと同盟を組むと、当時亡命していたチャールズ2世は、ブルッセル条約で、スペインをフェリペ4世と同盟した。チャールズ2世は、ブルージュに大本営を設けたが、スペインから提供した資金ではここ連帯しか、召集できなかったず、イングランド共和国への侵攻が、現実的になるほどの軍勢を期待した、応党派を失望させた。 クロムエルトレイ14世は1657年の条約を更新し、共和国からは、不評6000と艦隊が援軍として、デュレンヌの元へ派遣された。またフロンドの乱の反乱軍からは、コッコー、ルイ2世率いる援軍が、スペイン側へ派遣された。フランス軍15000と、共和国軍6000は、ダンケルクを包囲した。ダンケルクは、 スペイン市략船の基地としては最大の港であり、これまでイングランドの商船は甚大な被害を受けていた。1658年5月時点でのダンケルク、中流軍は3000人であり、そこへイングランド艦隊18隻がエドワード・モンタギューを指揮官にしてダンケルク港を封鎖、海からの援軍と補給を阻止した。スペインとその同盟国はチュレンヌがカンブレーを攻撃すると思い込み、 ダンケルクは、ただの目くらましと考えたため不意をつかれ、初動が遅れてしまった。ダンケルクの住民は水門を開いてあたり一帯を、水没させて対抗したが、チュレンでは持ちこたえ、6月4日から5日にかけての夜に、砲撃を開始した。フ安ンホセでアウストリアフ安ン、ホセでアウストリア率いるスペイン軍1万5000は、ダンケルクの救援に動き出した。スペイン軍は二手に分け、 右側と中央にスペインのフランドル軍を左側にコンデコを率いるフロンドの乱の反乱軍を配置した。スペイン軍はスペイン人、ドイツ人、ワロン人部隊、そしてチャールズ2世のイングランド侵攻のために準備されたヨークコジェームズ率いるイングランド人とアイルランド人の応答派2000人を含む。包囲軍を約6000人残したトゥレンヌは進軍して スペイン軍と対峙した。そして、両軍は1658年6月14日に戦闘に突入した。この戦闘は後に砂丘の戦いとして知られるようになるが、これはスペイン軍が海と垂直に並んでいる一連の砂丘に布陣したことが理由である。ナポレオン・ボナパルトは、この戦闘をトゥレンヌの最良の戦闘とみなした。クロムウェルの中腹大使、 サー・ウィディアム・ロック・ハート率いるニューモデル軍のレッドコートは高さ150フィートで、スペインの政兵に守られていた砂丘へ勇猛果敢に突撃し、両軍を強嘆させた。戦闘は2時間ほど続き、正午には、チュレンヌが全面的に勝利し、スペイン軍は改装した。スペイン軍が死者1200、負傷800、捕虜4000を出したのに対し、 フランス軍は400人の損害しか出さず、うち半分はイングランド軍だった。クロムウェル軍のうちロックハートの不評連隊は戦闘で最も多く損害を出した。ロジャー・フェンウィック中佐と大員二人が戦死し、ほとんど全ての士官が負傷、さらに兵士四十から五十人が戦死した。リリングストン連隊は大員一人と兵士三十人から四十人を失い、 一方他の連隊の損害は警備だった。フランス軍は夜まで追撃した。イングランド王党派のこの部隊の一部は持ちこたえ、イーペルでチャールズ2世と合流することを許されるまで降伏しなかった。ヨーク港の部隊はヨーク港自身が戦闘に立って数回突撃し大損害を被ったが持ちこたえた。戦闘の後も残った国王軍は1000以下であり、 おそらく700か800を超えなかった。フロンドの乱の反乱軍は、コ今月号の指揮のもと、秩序を保って撤退した。スペイン側から見た砂丘の戦い、ジャン・アントワーヌ・シメオン・ホール作、アブラエ。トゥーレンヌは、その後ダンケルクを落として、さらに進軍して、フュルン、リクスミュード、グラブリーヌ、イープル、アウデナールデット一連の町や城塞を落とした。砂丘の戦いでの勝利と、 その影響は、ピレネー条約の締結につながり、10年間の西仏戦争を終わらせる結果となった。条約により、フランスは、ルシオン、ペルピアン、モンメディ、アルトワ、そして、ルクセンブルクの一部、アラス、ベテューヌ、グラブリーヌ、ティオンビルを含むフランドルの一部を獲得、スペインとの国境線を、ピレネー山脈と定めた。また、スペイン2648年の、 ベスト・ファーレン条約で、フランスが獲得した領土をすべて再確認することを義務付けた。スペインの救援軍が敗北し、ダンケルクが陥落したことにより、王党派のイングランドへの遠征の目が一時消えた。ダンケルクは、戦闘から10日後の6月24日に降伏。マザランス・ーキョは、オリバー・クロムウェルとの条約を履行して、ダンケルクを共和国に引き渡した。 イングランドのフランドル派遣軍の戦役は終わらず、一部はサー・ウィディアム・ロック・ハートの指揮下でそのままダンケルクとマルディクに駐留し、残りはサートマス・モーガンの指揮下でトゥレンヌの軍と共に戦った。フランスがアルトアを接取したことで、イングランドはスペイン主略戦の最大の基地を消滅させた。これにより、商船の損害が大幅に減少した。クロムウェルは、 戦闘から2ヶ月後に死去、息子のリチャード・クロムウェルが五国境になったが、わずか9ヶ月で辞任した。共和国は混乱に陥り、1660年5月には、チャールズ2世が福井した。1662年、チャールズ2世は、ダンケルクを32万ポンドで、フランスへ売却した。例えば、同年には、イングランドオフに1500から2000がスペインに打破された。 イングランド軍は1642年のエッジヒルの戦い以来、戦闘について多くを学び、1650年代には、クロムウェルの軍は世界中で最良だった。この連隊は、この F 表第1連隊、後のグレナディアガーズの中心となる。ありがとうございます。